はい、どうも、ゆうたです。今回は腹周りの強化っていうことで、まあお腹周りの中でも特に横腹、このトレーニングについて動画にしていこうと思います。はい、じゃあちょっと今回は、動画を流しながら解説をしていきます。で、今見てもらってるのがサイドベントっていう種目ですね。横腹を狙ったサイドベントっていう種目です。で、今やってるのがストレッチを主に狙った種目です。なので、まあ収縮時は体がまっすぐになったら、それ以上は倒さなくて大丈夫です。まあ、ストレッチの種目なので、体を傾け切った時に一番負荷がかかります。強くなります。で、逆に、まあ、収縮種目がやりたい場合、収縮時に負荷がしっかり乗る種目がやりたい場合は、ケーブルマシンを使って、ケーブルの一番下からグリップを、まあ、引っ張ると同じ動作で、収縮時に負荷が逃げないので、強くかかるので、それも試してみてください。ただまあこのイージーバーでやった方が、この今持ってるのがバーがイージーバーっていうぐにゃぐにゃのバーなんですけど、この真ん中ら辺を持って、このサイドベントを行ってるんですけど、このイージーバーで行った方が負荷が真下にかかるので、なのでストレッチをかけるときに横腹の筋肉が最大まで伸ばしやすいですね。ケーブルで行うときもあるんですけど、そうするとやっぱりどうしても斜めに引っ張られてしまうので、そのストレッチかける時の、筋肉の伸びっていうのが少し甘くなるのかなというところで、僕はイージーバーの方が、好きでイージーバーで行うことが多いです。で、あとダンベルとかでやるとき、行うときよりもグリップが細くてしっかり握り込めるので、まあ前腕握力が先にこう潰れる心配がないので、これも横腹だけに集中しやすいっていうところで、イージーバーを選んでます。まあ、ストレートバーとかでもいいんですけど、ちょっと長すぎちゃうんで、このイージーバーの真ん中持つのが一番しっくりくるかなっていうところで、これ使ってるのでおすすめです。で、あとポイントが、これ行うときに何個かあって、まあ、動作を行うときに、まずしっかり腹圧をかけて、で、腰を若干丸めるっていうのがポイントですね。で、このトレーニングって腹圧が本当にすごい大事なので、まあ一回一回、かけ直して、腹圧をかけ直してから次に入るっていうのがポイントです。まあ腹圧が、抜けた状態、息をしながら行ったりっていうのは、まあお腹周りの種目は多分大体そうだと思うんですけど、良くないというか、NG だと思うので、腹圧をかけてから力むようにしてください。で、腰を若干丸めるっていうところなんですけど、これ本当に大事です。めちゃめちゃ大事です。体を、真横に倒す動きなんで、体をまっすぐに伸ばした状態で倒していきがちなんですけど、これで一回僕、怪我したことがあるんで、怪我しちゃったんですよね。なので、まあ、絶対に腰をピンと伸ばした状態では、動作を行わないでください。絶対ちょっと腰を丸めて行う。まあ、腰にすごい負担がかかりやすくなっちゃうので、あくまで狙ってるのは横腹の筋肉なので、まあ、そこだけ腰にあまり負担をかけないように、少し腰を丸めるのが実はいいんですよね。僕の体感なんですけど、やってみてください。で、重りを持ってる逆の頭に添えてる腕なんですけど、体を倒していくときに、より横腹にストレッチをかけるために、肘をできるだけ高く上げます。まあ、そうすることで脇を締めて動かすよりも、横腹がさらに伸びやすいので、これも試してみてください。まあ、この辺のポイントを意識してぜひ試してみてください。この横腹を鍛えると、まあ、こんな感じで、腰骨の上にかっこいいカットが作れると思うので、まあ、このサイドベントぜひやってみてください。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。Feel the waves cut through me, hypnotized.